男前図、誘印室、東京国立博物館所蔵西川誘印とは、江戸時代の京都の浮世絵師。京都の人、西川助信の長男で、陽名は大助、または伊織、通称は、西川力。徳、有才文章堂とゴース。父助信と、同じく公家の西判事件に仕える一方、助信の後を継ぎ絵師として活動し、 半本の差し絵と肉筆美人画を描いた。獣医も好み、スズメロン語という本を表したという。造帝武器上は、スケノブと比べて、その技量は及ばないけれども相当な手腕を持つていると評している。作画期は、寛演頃から始まる。遊因の没年については、名人寄進録や、俗平安米歌墓書一覧に、法暦十二年八月十五日に、 去年57で没死したとするが、大橋上保と、林義和の調査によれば、子孫の西川家にケ図と過去帳が伝わっており、それらには、優位の没年が、法暦8年12月17日であると記されている。去年は不明。墓所は、京都三条大宮の御用戦時、法名は、徳合院赤前上雲子寺。弟に、西川優二がおり、これも英史だったが、 遠鏡元年に33歳で没している。また、西川家は、有印の孫の代で家業を医者とし、絵師としての敬意を与えた。ありがとうございます。